シビライゼーション、中国で文化勝利を目指す。今順調に文化勝利トップになっております。他の勝利条件を敵が満たさないようにしてこのまま進めてきます。これ現在マップはこのような感じですが、ほとんどと言っていいほど周囲の開拓が進んでいません。まあ周囲に行かなくてもね、中国こそが世界の中心ですので、この周辺だけ理解しておけば良いのではないでしょうか。では引き続き文化を高めるために様々なものを作っていきたいと思います。ではここで偉人を使って書物をあえて記すが、味方につけるか抹殺するか、そのいずれかしかないのだ。ケイダは反撃されるが、ツーダは反撃を封じる。故に攻撃は報復を不可能とするほどであらねばならない。このマキャベリは君主論を書いた人でも有名です。次もう一回やると君主論が出ますが、今は書物を置くところがないので、またこの人は眠ってもらうことになります。私が天地創造に居合わせたなら、これで考古学者とあとは史跡が出てくるようになりますので、また文化勝利にプラスに働くのではないかと。エルミタージュ美術館も作れるようになりました。次は博物学のさらに先の自然保護を目指したいと思います。ですがまだ直前に覚えなければいけないものが多数あるので、それらを自動的に覚えつつやっていきます。ここで今偉人がいますので、傑作を作っていきたいと思います。こちらは絵の方ですね。このような感じの絵をどんどんと作っていき、なんとかテーマ化できればいいんですが、ちょっとテーマ化難しいかなと。では2回目の傑作創出と、最後の審判、有名な絵ですね。これであともう一つ作れば生徒の美術館も埋まることになります。今シーアンで兵営の中に兵舎作れるようになりましたので、これを作っていきます。これを作っていけば兵馬俑が作れると思うのですが、さてどうなるか。最後の傑作、これを作ったことで、これテーマ化できてないか。同時代の異なる文明の物品を展示している必要があると。この時代というのはどこのことを言うのか。今ならば1550年56年とか、そういった数字のことを言っているのか、それともまた別なのか、ちょっとわからないんですよね。いよいよ兵馬俑を作れるようになりました。これは是が非でも始皇帝の墓ですので作ってしまいたいところ、ここに作ります。おっと、ここで敵さんが、ギルガメッシュが高級資源欲しいということですので、向こうは毛皮をくれる、こちらはアイボリーをあげると、それプラス向こうはお金もくれると。これもうちょっとね、ふっかけられないか。まあさすがに無理か、ここまでは。どれぐらいまでならいけるか。まあ元と同じ値段ですけど、これでいきましょう。これで関係が良くなればいいんだが、なんか周囲にイギリスの部隊がわらわらといますけど、こちらにはちょっかい出しては来ないのでね、今のところ助かってます。ここで偉人、大著述家を得ました。とはいえ置ける場所がないんですよね。どこか空きスロットがあればいいんですけど、空きスロットがないので適当に置いておきます。今度は大芸術家、他があまり作らないので、もうこちらがどんどん作っていってるような状況になってます。
世界には7つの不思議があるとされていたが、兵馬俑が発見されたことにより、その数は8つに増えたと言えるだろう。これで無事兵馬俑ができました。これは何度も言ってますが、今回の文明の指導者の始皇帝、秦の始皇帝のお墓です。もう生前の段階で、生きている段階で作り始めてましたので、まあ、本人が存在していても、この兵馬俑があってもおかしくないと。ちなみに私はこの兵馬俑もそうですし、この万里の長城、そしてあともう一つ、首里城でした。首里城ではないですね。首里城は日本の沖縄のお城なので、紫禁城、こちらも全部行ったことはあります。ただ行ったことはあるんですけど、若い時に行ったので、そしてあまり歴史も興味なかったので、ちょっとねもったいないことをしたかなと。もっといろいろ学んだ上で行けば得るものは大きかったんでしょうけど、まあ、そんな中国、いよいよ中国らしい、多分もう中国に関連するものは全部上げ終わったのかなと。上げ終わったじゃない、作り終わったのではなかろうかと。偉人がどんどん生まれるのはいいんですけどね、使えない偉人が多いと。今回は科学者ですので、すぐに使用ができますが、では次はこの無線通信にあるシーサイドリゾート、これを作るためにまた進めていきます。アピールによる観光力が2倍になるということですので。おっと、シュメールから捕まえた捕虜、スパイの捕虜を返してくれと。ここは国境開放などはいらないので、まあさすがに都市くれるとかそんなバカなことはないか。高級資源もダメか。あ、これは先ほどの国境開放あった段階では取引できたのですが、国境開放なくしたら今度取引ができなくなってしまった。でこれやるとなんか条件がものすごく悪くなった。失敗したな。そうなんですよね、最初の条件のままでいた方が良いこともあるのでね。まあコーヒーはいらないと。あっと、こうすると元に戻るのか。全部一旦消した後に何をくれるのだろうか。押すと元に多分戻ってると思います。じゃあこれで承諾しましょう。特にスパイはね、今回はあえて何もやらないという方向で。経済的利益のために熱帯雨林を伐採するのは、料理のために名画を燃やすようなものだ。ようやく自然主義者作れるようになりました。ではこれを使ってまた文化勝利目指してやっていきましょう。次に科学的なものは何か。ブロードウェイも結構傑作音楽入れられるので、これを目指しましょうか。今考古学者を作っているところなんですよね。これを使うとこうした史跡というところを発掘できて、文化力や観光力得られるということなので、今はそれを待っているような状況です。おっと、防衛線において、あ、これは関係ないか。首都の足跡ということで、あ、これ倒されたからこれが出てきたのかな、もしかしたら。で傑作、自動的にモン・サン・ミシェルのところに異物、まあ生異物だと思いますが、このように自動的に埋まると。だから倒されるのは好ましくないな。また作っていきましょうか。あ、
購入は、そっか、次は自然主義者を作らないといけないので、これも宗教はダメだということになったのかな。宗教関連は作れなくなってますね。自然主義者のみ作れると。で、今作りました。あ、作れるというか変えるというか。じゃあこれ宗教勝利の方はどうなるのか。これで宗教変わるようなことがあったら負けてしまう恐れもありそうなので、そうなるとイギリスを優先して倒しに行かないといけないのかなと。ちょっとこの辺り心配なので確認をしつつまたやっていく必要がありそうです。で、自然主義者が誕生しましたが、これはどうすればいいのか。タイルをまずは探さないといけない。うん、パッと見てこちら側に光っているところがあるので、この辺りが適切な場所なのでしょう。おっと、ベートーベンが作れるようになりましたね。偉人で採用できるように。とはいえ、まだ音楽を置ける場所がないので、これも近場に放置するしかないかなと。さて、いよいよ自然主義者がここに到着しました。それでは、行う前に状況を見ていきましょう。今のところスコア的にはトップ。もうほとんど戦争はしてないですが、文化の面で大きく突き放してます。あと40名ほど観光客が増えればトップになります。これ何かというと、まず自分のところの国内の旅行者がここに表示されます。左側。他の国もいろいろと表示されます。で、この数値がある意味防御力みたいな形で、この数値プラス1が他の国が達成しなければいけない観光客の数です。なので、中国の国内には122名観光客がいるので、それにプラス1して、他の国は文化勝利目指すのであれば、123名でなければいけないと。これは外国人観光客を123名おびき寄せると。一方、中国はなぜ80かというと、一番他の国で高いのがシュメールの79名ですので、それプラス1の80名。この国内の、シュメールの国内の観光客数を上回る海外からの観光客数、国外からの観光客数を獲得すれば文化勝利と、そういう意味になっています。で、真ん中にあるのは、今中国を訪れてくれている観光客の数。国外からの観光客の数、それの合計がこの39名となっています。これを挙げるには観光客が喜びそうなものをどんどん作っていく観光力といいますが、それを高めていくことでこのように観光客が多く来ます。で、この辺りはもう一つ左側から観光力というのがありますので、これを選ぶとどういったところが観光客来やすいポイントかというのが分かります。例えば今カーソルを合わせているのは聖地ですが、聖地は13名の観光客が滞在していると。これはいろいろな聖遺物とかあるからだと思います。儒教の聖徒でプラス8とかいろいろ書いてありますけど、どういう観光力があるか。他にもモン・サン・ミシェルもこのように今観光客2名いると。このような形でポイントを稼いでいく必要があります。というわけで、都市の数は全く増えてないので全然進展してないように見えるかもしれませんが、文化勝利に向けては着々と進んでおりますので、このような形でまた次回自然主義者がここを国立公園にしたらどうなるのかとか、今考古学人材作ってますが、それを発見したら、遺跡から何か発見したら何が起こるのか、どれぐらい人が増えるのかというのを見ていくことになります。
ではまた次回ご覧いただけたら幸いです。